日本自動車工業会の豊田章男会長は、新型コロナウイルスの影響で経営が厳しい部品メーカーなどに対して金銭面で支えるためのファンドを作ることを明らかにしました。元気なグループがちょっと弱ってるグループを助けれる、いわば互助会のような即断即決即実行にするためのそのお金という意味でファンドという形を考えていきたい。豊田会長は、新型コロナウイルスの収束後に経済を復活させるには、自動車業界の雇用を守ることが重要だと強調しました。資金調達の方法やファンドの規模などの詳細は未定ですが、手遅れになる前にと設立を急ぐ考えです。